自分が自分である喜びを素直に綴る。今年で没後十年となる詩人の窓道夫さんにはそんな作品が多い。お花が長いのね、と容姿をやかされた小僧がそうよ、母さんもと誇らしげに言う象さん。やや堅苦しい表現を使うならば自己肯定感に満ちたしと 言えるかもしれない自分という存在をひどらずに読んだ「僕がここに」の一節も味わい深い「僕がここにいる時他のどんなものも僕に重なってここにいることはできない」「物も人も生き物もそこにあるだけいるだけで祝福されるべき」だとマドさんは語っていた。 者言わずに折れない死に綴った言葉は子供に語りかけるように優しくそして元子供である大人をハッとさせる響きがある総務省によれば15歳未満の子供の数は約1,401万人4月1日時点で43年連続の減少という 総人口に占める割合は11.3%となった。人数、比率ともに比較可能な昭和25年以降では最も低い出生数の打ち込みを思えば仕方ないとはいえ寂しい数字には違いない。マドさんの先の詩はこの世に一つとない自分という存在についてどこまでも肯定的に書いている。 こう続く「ああこの地球の上ではこんなに大事に守られているのだどんなものがどんなところにいる時にも自分という存在の価値を認めるのは他でもない自分一人でも多くの子供に詩人の思いに触れてほしいものである今日は子供の日かつて子供だった大人にとっても 自分を見つめ直す日だろう。窓さんの死を口ずさんで見るのも悪くない。